笛の調子がおかしい。だるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで、誰とか。いや、違いますよ。ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしみだ。あ、吹いてみようや、どう。あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どーれ。なに今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ。下半期突入スペシャル。うー、はい、こんばんは、イケペです。何かあるの？どうぞ。何もないのかい。何もないんかいみたいな。はい、ホワイティニシャルでーす。はい、はい、どうもこんばんは、ナルトラです。はよ、はい、はい、ミキサーのエコザイルです。はよ、はい、はい、そしてはい、フリムーンには2回目の出演となりますね。本人から自己紹介お願いします。お願いします。タカコです。タカちゃん。シンプルイズベストとはまさにこの本当そうですね。はい、はい、それでは、7月入りまして最初のオープニング当番はエコザイルさんとなっておりますが、はい、ね、ちょっと愚痴というかなんというか、また、はい、夏になって、あの梅雨明けたのはいいことにね、うん、またあのちょっと頭くる運転するやつらが多すぎて、うん、ちょっとムカついてるということで、うん、自分ガスの配達してるじゃないですか、うん、なのであれって本当に重量物なんで、何十本も乗っけたら、うん、ブレーキ踏んでもすぐ止まれないんですよ、普通の車と違って、うん、で車間距離空けてるのに、本当に指示器もつけんで強引で割り込んでくる連中が隙間空いてるからって、最近増え出してさ、イラついてもパッシングしても相手は後ろを見てないと、わいうのも多いし、あの本当に、あとのタバコかなのポイ捨て相変わらず多いな沖縄はと思ってさ、これ聞いてる人として、あの自重してください、うん、あの本当貨物車ね、うん、あの箱をついてる車とか、あの荷物積んでる車のあれは車間距離わざと開けてるのは意味があるので、うん、無理な割り込みはしないでくださいというのとね、はい、とあと一つショックなことがね、はい、見た目30代ぐらいの若いニーニーかな、普通のニーニーなんだけど、うん、車椅子マークのところに車止めてくれたんですよ。おっと、あのコンビニにもあるじゃないですか、うん、しかもクラウンなんですよ。止めて、うん、俺が「ニニごめん、こっちあの新商社マークついてるさ、車椅子マークついてるさ」って声かけたら、うん、手帳バッと見せてやがったわけよ、新商社手帳、うん、あの見た目車椅子も何もないんで健常者だよな、どう見てもな、うん、突っ込み半分突っ込んだんだけど、うん、これを見せて譲らないんで諦めたけどさ、 あれは障害者手帳は、ね、うん、あっても、ありますけどね、あれは別の意味なわけさね、うん、あと車椅子とかの人たちが、うん、とか、まあ、最悪妊婦さんでもなんでもさ、うん、出るのに本当大変な人たちが駐車スペースをドア大きく開けないといけないから、うん、そうですね、ということで、はい、やってるところに止められてさ、それを言おうとしたらさ、うん、見せてさ、うん、もう普通に動ける人よ、うん、見た感じコンビニが入ってきて、うん、見てるからこれも見せて言い張ってる、うもう何も言わないで、エコザイルさん、それ言えるのがすごいですね、まず。確かに、いや言うよ、いや、すごいっていう言い方したらあれかもしれないですけど、うん、普通はなかなか僕は言えないですね、うん、いや、みんなこういうの言うとかさ、ちょっとわざとフェイスブックにシェラフしてアップするとか、こんなアホな人いるよとかさ、うん、できればみんなでちょっとずつやっていけば変わるんじゃないかなと思ってさ、こういう行動を少しでも、うん、まあイケメンだったら多分平気で胸ぐらつかんでって言うはずだけどさ。
ちょっと巻き込まないでいただきます。だから僕黙ってた。本当こういうモラルねない人見つけたら注意するかね、はい、ちょっとみんなでねできる仕組み作っていけたらなと思ってる今日この頃ですということで、はい、以上です。そうですね、はい、以上、やがて浦添市長選に出馬しようパーの小関さんからのあ、ごめん俺ギノワンじゃないけどすいません、どうでもいいと思ってるのがバッチしまったようです。本当だよ、なんで浦添行ったのだからさそこはまあそこまでは考えてないですね、うん、そりゃそうでしょう、ね、あの市議会、あ、ごめんなさい、あの市議会議員ぐらいが目指してるじゃないですか。全然立候補した暁には僕全力でライバルを押しますからね。だろ絶対そういうやからがいるからさないことないことを振り回しますよ怖いこと。どんなよあのあれみんなまとめ出してこういうところなんですよ。なるほどね、はい、そういうところでした。はい、じゃあそんな、はい、締めっぽいオープニングトークを吹っ飛ばすかのようなテーマ、明るいテーマ何でしたっけ。じゃあ今週のテーマいっちゃおうか。今週のテーマは、はい、夏の楽しみ方。はい、なんか口調がなんか入ってたな、はい、やっと沖縄も梅雨明けしまして、うん、夏ですね。梅雨明けしたとたんもう毎年のことなんですけども、うん、朝から太陽が痛くてわかりますね。お家出た瞬間に車乗り込む、あ、だったと。確かに沖縄のティーだ、こんなだったなと。確かにチクチクしてる。まあどうせならね、うん、楽しみましょうって。そうね、楽しもう。そうですね、はい、そしてですね、今日はあのバビキはクから始まる。クです。ク、はい、かきくけこのクからね。クグ、あ、そうそう、グもお待ちしております。はい、そして、もう今日はね頭から、ゲストを迎えてのずっと一番組を過ごさせていただきます。はい、そして40分頃から名古屋支部からの生中継となっています。メールアドレスは moon@fmginowan.com moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あと、ツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は、中川名木、創業70年中村製菓、民謡居酒屋やってもれ、R サプライ、トリプルエイト、名古屋ライブハウスコタン、フリムンファミリーの提供でお送りします。はい、じゃあ、一旦 CM です。はい。もみの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さんゆたしく聞いてください。フリムンラジオ、はい、はい、それでは、テーマに入る前にちょっと一つツイキャスいいでしょうか。はい、お願いします。先ほどオープニングトークを受けてですね、僕が冗談で市長選がどうのこうのといったところ、はい、ツイキャスで、クミモさんが私ハニートラップ係やると、言ってくれたんですが、一言いいですか。はい、できんなーやめなさい、やめ
めんなさい、やる気になってるよ。人間向き不向きというものがありますからね。ふみもやる気だぜ。まずエコさんが市長選がなんか出ないとそれも発動しませんからね。大丈夫、まずはどっかの交差点でお手振りから始めます。お手振り基本ですね。まずはお手振りから、はい、じゃあ行っちゃっていいですか、メール。はい、来てます。大阪のしんちゃんより、たかこちゃん、お1年半ぶりのフリムンラジオ出演おめでとう。沖縄でもたくさんつながりができてるみたいで、ガイドブックにもモデルとして登場したり、充実した日々を過ごしてるようで、ほんま嬉しいよ。たまには大阪にも帰ってきてね。それから今夜はナルトラ君の滑りネタにイケペイさんと一緒にツッコミ入れてな。これ応援メッセージの下にこれを持ってくるってセンスさすがですね、この方。さすがですね。ナルトラ、よく聞いてらっしゃるんですよ。ナルトラ、この方は見習ってよ。タカの元カレかなんか。違う。叱っておきます。私の方が寒いから大丈夫。それと一つ訂正があるんですけど、はい、ナルトラは滑りネタではないです。字で。あれはネタじゃないですね。存在が滑ってるんですね。そこはお間違いなきよ。よくここにまだ座ってられるなと、1年半ぐらいみたいなね。土曜日二次会で何あのゴカーッと寝てるSNS に載せられて、はい、まあそもそも二次会にいなかった方に言われたくないですよね。あ、本当だ、ないから言えるんだって。なんでいなかったか俺が不思議。いや、一人で本当だよね。あの呼んだけど車に一人で逃げていける。気づいたら朝車内で汗かいてましたよ。びっくりしたよ。これはなんでって言いましたよ。なんでじゃないよ。読んでも耳塞いでから歩いて行きよったからな。マーリーと店の外でみんなで迷いましたの、うん、覚えてるんですよ。大丈夫。イケペーって言ったら耳塞いで聞かざるしながらさっさ歩いて行きよったからな、一人でな。次トマトだよって言ったら分かってみたいな。次どこすかまで言って、トマトだよっつって、名護じゃないですか、うん、何かしらの何かに憑依されたんだよ、ね、そうね、名護ね。多分その時ブツブツと僕は、うん、名護なまりでブドウチームにしてたかもしれないです、うん、あまあ自分もあれだよ、次の日さ、うん、なんでマリが写真に写ってんのかなと思って、おい記憶にございませんって。ネクソ鼻でさ、店内でさ写真撮ってるじゃん、集合で、うん、撮ってましたね。誰が勝手に自分の携帯とか。いやいやいや、ベロベロになってマリに寄っかかってる自分がいてるから、白っ子様がすぐマリにこれで撮って、 あっちの人に渡してたね、自分でね、店員さんに、ね、次これ次これって。はい、それを踏まえてですよ、はい、フリムンラジオがお聞きの皆さんに言いたいただ一つのこと、はい、酒は飲んでも飲まれるな。飲まれそうやんけ、お前ら全員。まったく、なんとはな、みんなそれを持って表しているわけですよ。もうでもほら、飲まれてもいいところで飲まれてもいい飲み方をしただけの話だ。適材適所の飲み方しただけだ、私は。そうですよ、はい、ね、そうですよ、だって名護ですよ。名護です。誰が見てるって言うんでしょうか。俺が見てたな。そうだな、そうだな。納得した。終わった。携帯が見てて、私の iPhone が全てを語ってたよ。なんだこの写真とか思って、なんかマリが V サインしてる。ある意味 iPhone は裏切らなかったということで。もう皆さんね、怖いわ、やばいっす、うん、次どうぞ。あ、来てますよ、はい、あ、またタカちゃんに来てる。はい、はい、ゲスト出演のタカちゃんへって。いや、タカちゃんというよりいつも猫ちゃんと呼んでいるので、猫ちゃんの方がしっくりくる。猫ちゃんへ、はい、沖縄に引っ越してもう少しで丸4年を、雑誌のモデルに続いて次はラジオのゲスト参加。すごい、本当大活躍中ですね、ランニングでお知り合いになってもう少しで10年にもなるよって。早いねって。もう10年、すごい。美容と健康のために走ってますか。沖縄に行くので観光ジョグのアテンドよろしくねって、モデルラジオに頑張ってください。大阪から熱いエールを送ります。イカくんより。イカくん、イカくん、走りましょう。おお、沖縄走る。はい、イカくんよく走ってるんだよね、はい、確かね、はい、はい、タカちゃんよく走ってるそうです。ちなみにどの辺走ってんの。この
人の会社の近所です。この人の会社の近所新都心ね。まあまあ新都心ね。まあね、走ってるよね、みんなね。ぐる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 走ってる。沖縄からちょっとまで歩いて帰ってきたり。ナルトラだけの会社しかないわけ、ね。いろんな会社あそこあるから。そう新都心って言ったから。もうこんなね、うん、わらかしを僕もしたい。そうなるとら足りないとここれそうこれびっくりする会社いっぱいあるよと思って、新都心だよそこは。ナルトラの会社だけしかないみたいな。ポツンとあるみたいな、ね、そうそうポツンとあるみたいな、何もないところ、ね、その周りを永遠出してるみたいな、ね、そうそうそう、まだ名古屋の方が何かありそうな気がするけど、ね、そうだね、うん。いやそこまでランニングするわけね。じゃあもう一つ行っちゃいましょうか。行っちゃいますか。はい、はい、来てます。こんばんは、フリムンメンバーの皆さん、ゲストのたかっこさん、リスナーの皆さん、はい、兵庫のみーさんです。はい、こんばんは。ね、夏の楽しみはやっぱりバーベキューです。うちの庭でする予定です。すごい、うちの家の前の焼肉屋さんと、うん、そこの常連客さんたちと近所の仲良しさんとします。 お肉は、家の前の焼肉屋さんが用意してくれます、うん、それね、ね、あとは会費集めて、うん、うちは庭を提供するだけです。 おとんに草刈り縛ってもらわないと草ぼうぼうです。でも楽しみ、皆さんも、楽しんで暑い夏元気に乗り切りましょう。ではまたメール出しますね、皆さんまったやーって言って、ありがとうございます。すごいね、あのラウンドアップちょっと濃いめに巻けば大丈夫ですよ。あ、でもバーベキューついでに燃やしたらいいんじゃない、庭の草をね。そうそうそう、だからラウンドアップで枯らして、あの火つければすぐバーって、ね、うん、あと消防に電話して、うん、ちょっとあの野焼きするかって。だいぶ燃えたねそれね。ちょっと今はどれだけ火を焼きですか、うん、今あの、うん、消防にこういうのを電話しないとダメなんだよ。そうして通報はね、都で畑焼くときね、はい、あの隣の畑まで燃やしてたからね昔。都はね、のどかだから大丈夫。そうそう、それはもうそれからあの消防に連絡しないとダメだったの、野焼きするって、ちょっと小さい面積でも。うーん、なるほどね。そうちゃんと電話してから野焼きはしてくださいよ。はい、はい、何があるか分かりません。気をつけてください。はい、はい、じゃあ姉さん来てるのかしら。じゃあ一旦 CM 入ります。はい、映像だけ流れてる、三つですね。はい、こんばんは。こんばんは。下半期も姉さんです。下なのにね。下半期じゃないの、ね、違うの、確かにそうだわ。先週まで上半期でしょ。ああ、そうなのよ、うんうん。今下よ。そうね、下に来てるわ。うん、はい。来てんの、来てる、来てる姉さん、来てるわ。フリムの皆さん、こんばんは。四国徳島のバーモントです。はい。今週のワード、くね。くもじ。ああ、はいはいはい。最近ちょっと調子乗ってるよね。あら、ちょっといただけないわね。あ、そうなんだ、うん、とね、ちょっと似てるんだけど、来てるラジオネームソラシドバスさん、バネー様おこんばんは。マジバネーみたいな言い方やめて。マジバネーみたいな。私売り上品なんだから。くもじ引き
をバビってくださいなんて来てます。最初びっくりした。あら、はい、はいはい、あんな公共の電波でさ、うん、あんな見事にパクると思って、うん、ほんとねあ、うん、ねえ、まあ、そうよね、そうよ、そうよ、そうよ、うん、はい、でも、まあ、やり続けてるからさ、そうね、まあ、向こうもほら、それでご飯食ってるじゃない、うん、そうね、あたしぐらいよ、バビキで給料もらってないの。ほんと、姉さん偉いわ。でしょ、偉いわよ、姉さん。向こうあれ給料発生してんだから。そうよ、ね、そうですね。しかも、まあまあ、役職もついてるから、ね、頑張ってんなと思ってさ、うん、そうね、うん、まあまあ確かにメッセンジャーで来たの、すいません姉さん、まあ、いいわよ、頑張ればいいんじゃないのっつった、うん、あ、それは何に対して、このやっぱこれ、このことについて、そうそう、これよ、あ、なるほど、うん、あの会社だって謝罪すると、うんうん、ほら訴訟なり、うん、出てくる恐れもあるから個人的に来た、あ、そうなんね、うん、あとはもうね、くもじはね、うん、もう緑の川が心配ですルビー色ですかね、あれ上流から絶対バスクリーン入れ係がいるでしょうお金かかってるのそれ、ね、もったいないよね、ね、本当だ、あ、姉さん来てるわ、こんばんは、時々発生するフリムンネーム、チムニーです、あら、 お久しくといえばですね、国広さん、よろしくお願いします、あ、はいはい、はい、国広イコール白ズボンです、うんうん彼ね、ここぞって時は毎回白ズボン、そうね、決める時はね、うん、今度ね、会ったらね、うん、私ケチャップで汚してあげるんだ、やめなさい、やめなさい、右太ももをケチャップで汚してあげるんだ、あげるんだっていうのやめなさい、あ、じゃあ今日来てるわよ、クミモから、クミモお願いします、わかんない自分が、自分をクミモバビって、なんだろうか、うん、国語とか算数とかを集会場とかで教えるなんとか式ってやつかな、うんうん、なんとか式組も式ですか、組も式な、はい、ごめんなさい、わかんない組もさん以上です、ごめんなさい、わかんない、あ、これ誰私にもわからないことぐらいあるわよ、そう、うん、北海道の純ちゃんから最後にいいかしら、これ、はい、苦されるって、あ、アクセサリーのメーカー名です不思議、聞こえてくるでしょ、聞こえるアクセサリーか、ドイツ、ドイツ、あ、ドイツの方が、あっちなんだ、あ、アメリカじゃないね、うん、結構ね、ヘビーメーターのアーティストが愛用してるわね、え、ここはよくわかんない、ちょっと待って、今の何、どのタイミングでどう来たの今私がよくわかんないわよ。ねえさん落ち着いて。ねえ。本当よ、うん。じゃあ今日は以上かしら。はい、以上です。うん、じゃあ今日もいつものように、うん、ゲストが女性ちゃんなので、はい、いじって帰りますよ。うん、あの前回週に何回をやったので、ターカーには新しい試みをします、はい。私が言う言葉をそっくりそのまま真似してください。はい、躊躇はダメよ。はい、お願い、電気は消して躊躇はダメよっつったよね月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ、姉さん、うん、姉さん、芸人さんとかね、うん、そういう方と間違えてるよ、あの人ね。そうだね。今日来てるのはモデルさんですからね。そうね。そこはキャラをね、うん、やっぱ守りました。さすが、タカちゃんですね。はい。はい。じゃあもう、ね、じゃあ、ナルトラ、この場をちょっとね、クールダウンさせるために、これいっちゃおうか。はい。はい。ハイタイフリムーンの皆さん、こんばんは。吉田拓郎よりは井上陽水です。アレックス。
ちょっと待ってください、リスナーさんに。リスナー、吉田拓郎は今から楽しみが始まるよって表現するのがうまいんですよ。井上陽水は逆で、過ぎ去る瞬間を切り取るのがうまい。私は夏を一番楽しめるのは、最後ら辺だと思うんです。それだけです。最後ら辺というのはどういうことですか、うん、アレックスさんの言う最後ら辺ね、夏の最後ら辺をこう楽しむ。では、ナルトラさんいらっしゃる？あ、出た。久々じゃない？ぶっ込みよ、うん。今夜は少しエッチな中村明。明ですね。妄想爆発ね。カモン。少しエッチな感じで、うん、はい、行きたいと思います。はい。君のブラに嫉妬してる。俺以外のやつにブラを見せるなよ。君のブラのフックを外すのは俺しかいない。ああ、もう少しか。まだあります。以上です。うん、最後はですね、早く、鷹の祭典始まらないかねって。鷹の祭典ね。鷹ね。ここはよくわかんない。あ、また出てきた。ココアちゃん、今日何回できるんですかね、これからね。今日また僕、ナルトラの気持ち悪いポイント見つけたんですけど。あ、なん、はい、なんでしょうか。こう読みつつ、うん、間を取るために一回目線をパッと上げるんですよ。気持ち悪くて。気持ち悪トラで。よくそんだけ見れるね、本当に。本当そうですよ。今日二回目線こう、こうちょっとカメラ目線チックにちょっとね、ナルトラ。ナルトラ。はい。あ、なんか殴られた音がしたね。あ、バーモントさんから個人的にイエローカード2枚いきます。うわお。え、たった2枚。追いつき追い越せガチャッチしてる。やめなさい。あの人今日1枚増えましたけどね。あの人ね、増えて4枚になったね。今4対2です。なんでですか。結構あれ、ね、そんな競い方。まあまあカテゴリー的には一緒なんですけどね。まあね。はい、じゃあメールいきますか。はい、はい。フリムメンバーの皆さんこんにちは。埼玉のはちみつ一家です。ありがとうございます。ね、夏の楽しみ方はやっぱり沖縄旅行ですねって、妻と私は生まれも育ちも埼玉で、お互いの両親も埼玉です。そのためお盆や、年始年末に帰る帰省先に憧れていました。あ、なるほど。2008年に家族旅行で行った沖縄、はい、当時3歳、前の娘がプール付きのリゾートホテルにはまり、毎年同じホテルの同じ部屋に泊まるようになりました。今ではそのホテルが我が家の帰省先になっていて、ホテルの、いつものその部屋で泊まるのが楽しみです。今年も8月に帰省しますよ。マンゴーを食べたり、水族館行ったり、お肉を食べたり、ホテルに泊まること以外の楽しみもたくさんあります。ではでは。そうか、どちらも埼玉埼玉だとないんですね、うん、こうふるさとっていうか。そう、ね、帰省先っていうのはね。じちゃんばっちゃんちっていうのが、うん、ないんだよね。じゃあはちみつ一家さん、次来沖した際にはね、うん、このいつものコースプラス、うん、ナルトラズハウス、おーおすすめです。いいんでしょうか、うん、そんな。あの鍵開けときますんで。鍵開けときますんで。いやいや、それイケペの家じゃん。ハエバルじゃん、それ。言うなハエバルんちじゃん。ちゃんと僕は閉めてますからね。はちみつ一家さん、イケペが誘ってって、これそういう意味だからね。いいんですか、うちワンルームですよ。大丈夫。あ、大丈夫か。うん、カオスだよ。はい、じゃあいきますよ。はい、フリムンラジオに、ゲスト出演する、タカ子さんへの応援メッセージです。タカちゃん、パーソナリティの皆様こんばんは。今は、長野県にいるキムテツと申します。キムテツさん、わかる？はい、大学の先輩。おお、うん、またこれも元彼ですか？やめなさい。先輩つってんじゃん。タカちゃんの活躍にはいつも驚かされてしまうことばかりです。まさか、昔みんなで海に遊びに行った時に、豚の浮き輪から落ちて溺れかけた娘が雑誌やラジオに出るやなんて。まあこれも、タカちゃんが頑張ってきたからできたことやし、なんかしんどいことがあっても昔溺れた時みたいに助けに行くから目いっぱい頑張るんやで。でも海で深いところ行く時はちゃんと浮き輪を持っていくように。長野県からやと、多分、いや確実に間に合わん、過去汗。これからもずっと応援しとるよって。体に気をつけてぼちぼち頑張るんやでって。デッツのキムテッツって書いてある。
これは投稿という名のディスリーですかね。浮き輪浮き輪を、ね、遠いところに行くときは浮き輪ちゃんとやれよと、うん、保護者の方ですかね。そう、そうだね。ガチで溺れて、うん、この方に助けてもらいました、うん、ガチだな。ガチなやつだ。本当に溺れて、うわ、 なんでそれをヘラヘラしながら言えるの。とりあえず割るとけ割るとけ、そんな感じで。この方のおかげ。あ、なるほど。あ、すごいね。まあでも、うん、生きていると思っているのは本人だけなんですけどね。あれ、こらこら。そういうことか。センス的なやつで。やばいな。見えてるけど。みんな見えてるけど、どうすんの。僕らだけ結構感が強いと。とても未練を残していかれたんでしょう。ゲストを幽霊扱い、はい、本当だ、ね、画面上はね、いつもの4人でお送りしております、はい、カンペで謎のカンペが来たんですけど、うん、何でしょうか。猫の何でしたっけ、告知、はい、告知さんです。何ですか、猫の告知。猫の、ああ、そうです。あ、タラちゃんね、タラちゃんって言いましたよね。た、そうね。ナルトラ。ナルトラ、ちょっとゲスト、そういうのもゲストですよ。ですよね、はい、気を取り直してどうぞ、はいはい、はい、ということで、今日ちょっと僕からじゃあ紹介しましょうか、はい、タカちゃん、こちらの沖縄の方で、モデル活動をされてるということで、今持っていただいてます。実はですね、去年、この番組の方に出てもらった時に、すごいうなずくだけ、うなずくだけすが、でもらった時に、ちょうど僕が実はこういうガイドブックの仕事をちょっとやってまして、で、じゃあタカちゃんにちょっと出てもらおうかということで推薦した結果、なんと今タカちゃんが持ってもらってる、ガイドブックの方にタカちゃんが写ってます。おー、どこ、ちょっと僕探しておきますので、はい、告知続けて、はい、ガイドブックは、ということで毒癒されてるぞ。そうなんです。この一見商店街のおばあみたいに見えるのが、やめました。そっちじゃない。違うな。そっちじゃない。そっちじゃない。実はですね、去年、タカちゃんをちょっと連れまして、もう今亡きなんですけど、公設市場、牧師の公設市場の方に、撮影に行きまして、こちらの方で写った写真がですね、今発売中の、雑誌の方に載っておりますので、現在絶賛発売中、絶賛発売中です、はい、まあ、ちょっとね、発売時期の時にはまだ公設市場があったんで、うん、まあ、その情報が載ってるんですけれど、うん、そちらの方の、雑誌ですね、2冊今売ってますんで、買ってくれたらタカちゃんが見れます。お、はい、雑誌の題名は、まず今右にも持ってもらってる方、右手に持ってもらってる方が、マップル沖縄です。マップル沖縄、はい、マップル沖縄、はい。で、もう一冊、今、黄色い本持ってもらってるのが、沖縄パーフェクト本ということで、実は僕の会社の方で、全部編集した本になります。素晴らしい。はい。で、しかも、まあ、タカちゃんの話とは直接関係ないんですけど、この沖縄パーフェクト本の方は、なんとこのガイドブックなのに、1ページ割いて、FM 沖縄のことが載ってるんです。おお、これ、まあ、ラジオ好きということで僕が推薦したんですけど、うんうん、残念ながら僕が一番聞いてない FM 沖縄で採用になったと。はあ、なるほど。RBC とか ROK は残念ながらボツになって。うん、あららら。で、これもまたちょっと発売時期がね、今年初めだったんで、うん、まだミキトニーが載ってるゴールデンアワーの紹介になってるんですけど、うん、これご縁はちょっと申し訳ないんですけど、いやいや、でももう記念として取れるさ、うん、そうだよ、長年言ってたからいいんじゃない、そうなんですよ、逆に、うん、ですんで、そういう風なの、ま、ガイドブックにラジオの情報が載ってるガイドブックってそうそうないと思うんで、これはね、僕はすごい推薦をしたいと思いますんで、ぜひ、うん、合わせて買っていただければと思います。はい、って言ったらなんか僕の紹介になってしまったような感じですけどね、本当に、うん、いいんです、ナルトラさんが多分文章を書いている、そう、ね、そうそうそう、多分そこもしっかり読んであげてください。お願いします。ありがとう。よかったね、タカちゃん当日ね、もう本当なかなかあんまり食べるものとかも選ばないといけないんですけど、ちゃんとこう食べてる風にね、きちんとこう撮影をしてもらったんで、うん、ね、タカちゃんの姿見れますんで、またよろしくお願いします。はい。タカちゃん、他に何かやってること、最近。いろいろ。
前思い出した、前もこんなふわふわしてたね。あ、だって少女ベルがあまり上手ではないので。何しに来たやってることをやってること喋ったらいいから、はい、あの面白くするとか。あ、そっか、芸人ではないから。そうそすごいですよ、今ナルトラさんとターカーが、はい、告知したことによって、はい、ツイキャス誰でしょうか、呼びましたってコメントとともに来てくれたのは、はい、ミキトニーニの娘の〇〇、はい、はい、本人登場本人降臨フリムもすごい番組でやりましたね前回もなんかすごい有名人来てくれましたね、ツイキャスで。芸能人でね、いろいろ来てましたよね、なんか。よーし、ツイキャスの方で。僕の最終目標、古舘一郎が来るのも近いな。いやー、楽しみだ。楽しみだ。ね、大丈夫だ。大丈夫なのか。楽しみだ。うん。うん。ですか？告知は大丈夫ですか？はい。はい。あ、なんか、ナルトラさん、沖縄にワンチュールさんから、こと細かな。そうですね、共に小文社が発行、大文社ではありませんっていう。よく間違えられるらしいですね、これね。あ、なるほどね、あの大文社のなんか学習本を出してるとか、ね、あ、マップとかね。ちょっと待って、大文社じゃないんですか、これ。小文社ね。あれ、タカちゃん、ちょっと待って。嘘、私お友達に大文社って言ってしまいました。ここにいた、ここにもいた。ちょっとね、マジでてれよ。ドッキリでもなんでもなくガチなやつ。もうこれだけでもタカちゃん僕より面白いこと今日2回も言ってるからね。もう今日どうしたこれ。ナルトラ以外が面白いことが当たり前だろ。逆にナルトラ面白いこと言ったことあるのかって。ないです。いや、いいね、チュルさん、ありがとう。ナイスパスです。うん、間違いに気づきました。味方と思ったターカーに背中を切られたナルトラ。まさか安心して背中を預けたとつもりが。大分社ずっこけて帰ることになりそうですね、はい、今日は本当にね。調子を方々に変えてしまいました。アホだと思われてますね。今日ね、勝負者です。はい、はい、今日訂正しましょう。はい、慌ててね。そして今日、初めてゲストのターカーを知った皆様、はい、決してユーのモノマネをしている人ではありませんからね。アイラインがね、うまく弾けない人みたいな。何ですか。いや、ユーのモノマネする時いつもこうやって言うさ。アイラインがうまく弾けた。細かすぎてわからねえ。みんながみんなホエディさんと同じ番組見てるわけじゃないから。だってみんな一緒に見てると思うだ。ココアちゃん、ココアちゃんをいつ飽きるのでしょうか。ご育英賞はすでに忘れされております。夏の終わりぐらいかな。説明しか黄昏ながら言いそうなもん。夏終わったねって。じゃあ先ほどね、見事な爪痕を残してくれたターカーですけど、うん、ターカーの夏の楽しみ方ってどういうのがありますか。うん、ちょっといきなり振らないでって言ったんだよ。いきなり来ないよって今最初から夏の楽しみ方言ってるからね。いろんなリスナーさんがいろんな夏の楽しみ方の投稿もしてくれてるからね。早口早口。やっぱり海で溺れることでしょうかね。そして助けてもらうことでしょうか。なるほどね。そこでロマンスが発生すると。うまい。さっきのは楽しんでたんだ。じゃあ溺れてたとか言われてたけど。うわすごい、あれ、あの投稿が前振りになってたんですね。素晴らしい。もあるな、さすがファン。ナルトラの76倍うまい。中途半端よ。そんなターカーに応援ツイキャス来てますよ、はい、シュープリームさん、はい、ヘリウム吸いすぎでは。それ応援してんの。いやでも個性ですよ、うん、いいですよ。違う、声帯ポリープができていて出ないんです、声が。はい、ポリープです。はい、はい、ポリープって名前は可愛らしいのにね、半濁点が2つも作って、うん、プッチンプリン依頼ですよ。そうだね。何を言ってるんでしょうか。あ、ツイキャス、ドギー青空さんから、ココアちゃん、リクエスト来てますね。あー、なるほどね。ドギー怒らないね。よかった、ツイキャス越しで。先週はテーブル越しだったけど怖かったの。
とかって下打ちされてチッてされる、ね、シージャの姉さんに対してチッてやりましたから、ね、参加されてましたが、はい、超怖かったよ、はい、でも平気今多分グラスピキッと割ってるでしょうかまた来た、また来た、また来た、パチミカスってシージャに対して上下がうるさい沖縄で絶対そう思ってないからねじゃあこの勢いのままココアちゃんで今日は名古屋呼びかけますか、はい、いいのかしら、はい、なるよーアイラインは引けないの誰誰ちょちょちょすいません、あのショップマナーですいませんけど誰ですかアイラインは引けないのああどうやらあの先生に勧められたお薬飲んでませんねちょっと待って、ちょっとあれ聞こえる、あ、はい、あ聞こえる、聞こえる、ダンさん、大至急、はい、ツイキャス見てください、はい、ああいい感じですよ、クミモさんそんな感じ、あじゃあ俺のココアを見せてあげよう、おあこれはかっこいいということで、あれやらないんかい待ってた、そんなね、もうあの安売りしません、え最初に言いましたよね安かったな、最初にぶっ放しといて安かったな、最初投げ売りですよあれ安売りしてません、激安だったな、高いよ、ということでですね、うん、神谷隆子さんですか、あ、はい、あ、はじめまして、私ははじめましてになると思います、はじめましてかな、去年も喋ったかな、あ、私はじめてだと思います多分 お休みしてた時だと思います、はい、すいません、今タカ、いや、あの耳当てに話しかけてました、あ電話のようですねもしもし、はい、もしもしもし、はいあ、あの、名古屋のダンサーズと言います、はじめまして、はじめまして、あの、長野出身なんですか、いや、違います、あ、違いますか、はい、あ、東京ですか、はいあ、長野にてつやさんが転勤をしたから長野からって言ったんじゃないかな、はい、あー、はい、私ね、あの神谷さんっていうふうに言われたので、はい、南部の方かなと思ったんですよ、はい、ええ、沖縄にも沖縄じゃなくて沖縄に神谷さんっていう方いらっしゃるので、え沖縄にも神谷さんっていう姓の方がいるんですよ。はい。あの、はい、うちなんちゅうで。はい。だから、そちらの方の方かなと思いまして、お聞きしたんですけども。なるほど。はい。はい。はい、ということでですね、はい、まあ、ゆうのモノマネをされているということで、何か心意気がございますでしょうか。聞き取れなかった。聞き取れなかった。なんで笑ったとりあえず笑うとき笑うときになって、あの相槌は何だったんだろうすごいダンサーズ殺しあんなにはいって言ってたのに、まあ、まあ、こういうこともあるということでですねいやそういえばこの方もですね、はい、なんでしょう、たまにですねかすれ声のねモノマネやるんですよ、あココアちゃん出んのかな、ココアちゃん出んのかな、スタジオの皆さん、こんばんは。みそにだよ。あれ？なぜ夫婦で安売りを？いやもう大安売りしてるのに。本当に。いやでもみそにさん、僕はこのやる勇気大好きです。質ではない。そうですよ。やる勇気大事ですよね。ドギーさん怒ってる。ドギーさん怒ってます。ドギーさん、怒らないで。警報出ました。一生懸命やってんだよ。もうそれは本当だと思う。もう勇気づけられます。全力でやってるんですからね。ということでですね、沖縄梅雨明けしたそうですけれども、名古屋思いっきり梅雨です。いや今が本番ですよね。今が本番です。もう今日も夜なんか大雨が降るんじゃないかなっていう心配があって。
九州の方も大変なんですけれども、ちょっとやっぱりね、これから本州の方も結構いろいろ雨が降って、はあ、洗濯物が乾かない、乾かない。何なんでゴング？あれどうしました？まだ早いっすよ。ドギさん、ドギさん。はいはい、ドギさん。ツイキャスで、みそさん、早く沖縄来い。なでなでした後、パチミカスって。あ、みそみさん、みそみさん。はいはい。今、緊急情報が入りました。ドギ、青空さん、今、那覇空港に向かっているそうですよ。やばいやばいやばい。何、何時の便これ。セントラアに向かうんじゃないでしょうか。うわ。あれ、例のスカイマークの深夜便ですかね。そろそろ、ね、出ますからね、この時間ぐらいに。いや、大人になって、夫婦セットで大人にビンタされるって強烈ですよ。ちょっとじゃあ、セントレアにお出迎えしんという感じですかね。テレレテレレテレレ。やばい。ダメダメ、味噌には平和主義なんだよ。まだやる。おだまり、おだまり、おだまり。ベージュアイアンハート。まあ、というわけでですね、テーマが夏の楽しみ方って、はいはいはい、はい、いつも本題を言い忘れるんですよね、こうやってやってると。で、大体時間切れになるんですけれども、もうでも楽しみはもうこれだけですね、キャンプです。おー。そうですね、今月の終わりぐらいですけども、長野県の方でキャンプに行こうかなと思っております。いいですね。ええ、これがですね、お水も美味しい、空気もきれい、うん、そしてそういうところで食べれる料理、素晴らしいと思いませんか？うん、あれ、今、何のキャラの真似ですか？いや、特にないですね。あれ何この急な目音漫才。いや、今のみそにさんが旦那さんを助けたんですよ。あ、なるほど。よかった。よかった、それは。内助の功です。あ、よかった。まあ、夏といえばですね、まあ、イキペイさんはね、いろいろと、脱いで、パレードされたと思いますけども、まあ、私はそういうね、パレードは今回はちょっとないんですけど、あれですかね、またそこの、一宮ですかね、あー、旦那さん、この、こもったらこのいじるところ、めいちゃんにそっくりです。やめなさい。何でも言ってますけど。イケペイさん、聞いてもいいですか？ワンパターンはめいちゃんで一緒ですよ。イケペイさん、聞いてもいいですか？はい。なんか、どっかのラジオで、夏、今年の夏は泳ぐぞって言ってたんですけど。はいはいはい。だ去年って泳がなかったんですか？去年がノースイムだったんですよ。で、そう、その時にちょっと思ったんですけど、おととし、スイムしましたよね。はいはいはい。ね、おととしは、ね、大水泳大会でしたね。ポロリもやった。ポロリもあり。ああ、なるほど。ポロリありで。はいはい。ポロリがないと海じゃないですよ。そうですね。あ、ポロリ。ポロリしちゃった。ということでですね。ダンサー今日絡みにくいですよ。どうしました？今日ダンサーズ大丈夫？うん、なんとなくね。どうしたなんとなくね。最初のココアちゃんでもちょっと疲れたかな。出し切ったかということで、なんか今週息切れ気味のダンサーズでした。来週はどうなるかな。はい。さよなら。ありがとうございました。あ、まあまあ、下げました。向こう梅雨ですから。そうね、なんかちょっとね、歯切れが悪かったですね。ちょっとやられたんだな、はい、来週に期待ですね、うん、最近も分かってきました、ダンさんが、あ、今から俺をいじろうしてるなっていうの、うん、雰囲気的に、そうね、と、こんなツーコンさんが、ツイキャスから、秘宝、メイちゃん、突然巻き込まれる、ですかね、なんかテレビの次回予告ですかね、秘宝、いつも巻き込む側なのね。そうそう、因が鳳凰、王鳳なんだ、鳳凰になっちゃった。因がフェニックスって何？偉くなっちゃってんだ、めちゃフェニックスじゃないよ。はい、じゃあ行っちゃっていいですか、メール。はい、こんばんは。こんばんは。大阪の箱須賀と言います。お、これは、またもや、サーカー親衛隊ですな。本日出演の、タカちゃんファンの一人です、彼女は美人で聡明なので沖縄にもファンがたくさんいてるんでしょうね。でも、見た目のアンニュイな雰囲気とは違って、芯のある熱い女性でもあるんですよ。
タカちゃん元気かな、体に気をつけてね、しばらく会ってないのでツイキャス楽しみにしてますよって。箱塚さん、箱塚さん、あもうテーマ丸虫の応援メッセージありがとうございます。いいっすか、ゲストに向けてやってる。パーカーはアンニュイなの？アンニュイってどういう意味で？俺もわからないんです。アンがニュイしてニュイってるでしょ。アンニュイってなんかよくみんな使うけどどういう意味なんでしょう。この場誰も知らない。知らんな、出たよ出たよ。まあまあ漢字的にアンニュイ、うん、アンニュイ、うん、まあまあ皆さん各家庭冷蔵庫に2つ3つぐらいあるでしょ。アンニュイ、アンニュイ、あるんじゃない？え、あ、けだるい感じってよ。あー、なるほどね。ほんと教養番組ですよね。教養番組ですね。いやー、須田さんの助けがあってこの番組はできておりますんで、はい、賢くなりましたね、はい、スタジオ出たらまあ忘れますけどね、はい、早いもん。あ、北海道のじゅんちゃんさん、ツイキャスから、うん、夏の楽しみ方、うん、これは大通りでいいですか？大通り、札幌ですね。ビアガーデン、うん、札幌、キリン、サントリー、アサヒ、全メーカー制覇、頑張るぞーって。おー、これすごいんだよね、なんか一回見たけど、県民賞で。あ、そうなんですか。街がもう全部がビアガーデンみたいな。へぇ、素敵。このメーカーごとにあの各区画があって、もちろんもう最後も海外とかもあるの。はぁ、うん、素敵たんだ。で、このタワーみたいな、ピッチャーの、なんでもない、あれなんか、樽のおしゃれなやつみたいなのあるわけ。ガラスのこんなタワーみたいな、そこにビールが、下からピョーって出すわ。すごいよ、あれは。一回行ってみたい、北海道に。ビールを飲みに。すごい。じゃあ、フリムンが出張放送しますか。ふぅー、いいね。じゃあ、純ちゃんとこ泊まろうね、みんなでね。泊まりましょうね。いかつい旦那さんもいますけどね。じゃあ、はい、メールは、あ、ありますよ。最後、ラスト1通、四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。夏の楽しみ方っていうか、先週末に、友達の家族らと石垣島&竹富島に行ってとことん楽しんできたので、行かれたみたいですね、うん、私の夏は沖縄の梅雨明けとともに終わったようなものです。とりあえずお土産に某コンビニ限定のコーヒー泡盛をたっぷり密輸してきたので、密輸、家で味わいながら余韻に浸ろうと思っています。あとは桃色クローバー Z のライブに出かけるくらいですね。再来週は横浜、来月は西武ドームに行ってきます。あ、私の夏まだ終わってなかったみたいです。ではでは。ももクロの話したら元気になっちゃった、ね、うん、よかった。もうメンバーになったらいいのに。なれ、出て出て、なれない、なれない。それこそまた銀の輪で番組やってるよね、あの質問メンバーに、ね、バーモンドだから茶色ぐらいなの、濃い茶色担当。あ、特殊ね。カレーの色やばいな。はい、ではそれでは、下半期一発目、ココアちゃんスペシャルでお送りしましたけども、そうですね、はい、みんな来週は、オープニング当番ホワイティさんということで、はい、テーマは、テーマ、来週のテーマ何でしょうか。はい、言っちゃっていいですか。はい、来週のテーマは CD、 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 カウントダウンダイブ。そう、あ、うん、そうって言っちゃった、うん、そうじゃなくて、ほら今ってほら音楽ダウンロードするのがもう主流じゃない、じゃなくてまだみんな CD って持ってるじゃん。だからやっぱ捨てようかなって思いながら、やっぱ捨てられない CD とか。最初の8ミリのシングルね、組み立てて立ててましたね。あ、懐かしいな。だから三角にして CD いろいろ話ね。 CD 出たの自分なんか高校ぐらいの時だからね、うん、デジタルの世の中だけど、そうそうそう、やっぱり車には CD 積んでるよとかさ、うん、やっぱりよく聞く CD とか、うん、カラスよけにはスカンチェの CD がいいですよ。それあった。それあった。宇宙天じゃないのそれ。まあ、あまり言いますとね、うん、来週のまた、そうですね、まあ、その CD にまつわるね、やっぱりね、今だからこそこの若干アナログに目を向けてみようかと。じゃあバビキは、バビキはかっこ、ケケですね、ケケ、はい、ゲ、あのひねりひねってお願いします。はい、お待ちしてます。はい、それでは久しぶりのゲスト出演でした、タカどうですか。はい、どうしよう、とってやられた。感想、感想、感想言うたらいいか。楽しかったです。ありがとうございます。はい、よかったです。ちゃんと言いましたね。振ったら一回ナルトラ振るよね。お前らもう付き合っちゃえ、もう。本当だよ。なんかここに座ったらね、ゲストさん、またもう終わるんで、もう喋るんだ。終わりですね。ちょっと待ってもらっていいですか。はい、ありがとうございました。イケペイでした。はい、ありがとうございます。シロコでした。ありがとうございました。ナルトラでした。
はい、エコザイルでした。はい、はい、高子でした。ありがとうございました。ありがとうございました。だいぶ早いな早かった。めちゃくちゃ残ってるな。え、そう、マジで。これでエンディングトークチックな、あ、ちょっと、ちょっと流す。あ、じゃあどうぞ。じゃあ、あのプロジェクト A の、 あの最後の曲流して、NG ショーみたいになるの。ポチッポチッて、はい、できません。ポチッて、なんで3回言う。え、おい、横島出た、 NG 集、 NG 集、細い横島、ナルトラ NG 集、ごめんなさい。おい、襟がヨレヨレやめなさい。おい、青い帽子、まんまだよ見た感じだけで言うっていう今日みんな帽子なんだよ。でも気づいてました？今日みんななんかいい感じの色味なんですよ。そう、帽子かぶってるしね。うん、あ、ほんとだ。あやこさんはあのアートネイチャーっていうメーカー。違うわ。違うわ。これ、一回外してから。 CM で見たことない？うん。出てるの。ビフォーアフター。そうだね。これ、一応地毛です。一回オフしてからまたインしてたから。地毛っていうイタリアのメーカーだって。ごめんなさい。ありそう。ありそう、地毛。ナルトラ。イケペ。イケペ。殴られてる音がして。とりあえず、いい時間帯内で締めましょう。はい。お疲れ様でした。和田明宏です。ハピルンな一日は。